日本のストリートファッションとは日本におけるストリートファッションのことで1990年代から2000年代初頭にかけてはその前衛的で独自なスタイルから世界的に注目された。ストリートファッションとは都市部などにおいて若者の間から生まれきたファッションのこと。日本のストリートファッションについては1997年に青木翔一が創刊した。 日本のストリートファッション誌、フルーツに2010年代半ばに休館するまでに多くのストリートスナップが掲載されている。2019年のグーグルの今年の検索のファッション分野において原宿ファッションが5位になるなど、まだ海外でも根強い人気を示している。日本においては、第二次世界大戦後にアメリカ製の派手な原色の服を着たパンパンこと、ストリートガールが誕生した。 当時のパンパンについては、田村大二郎の小説、肉体の門に書かれ、映画化もされた。1946年には、伊藤茂平のスタイルブックなどが発売され、洋裁ブームの短所を開いた。1940年代後半には、戦後派を意味するフランス語のアプレゲールから、アメリカを意識したファッションの若者たちをアプレ族と呼称し、アメリカンスタイルは一般の女性にも普及した。 1945年、平凡創刊。1946年、創演が復刊。中原純一、ソレイ創刊。1947年、ひまわり創刊。1947年、ニューリック。1950年には、男性ファッション誌、男子戦火が創刊される。1951年に、ナイロンのストッキング。1952年に、 透明なビニールのレインコートが発売されるなど、新しい素材を使ったファッションが誕生し始める。1953年には、ラジオドラマの大ヒットを受けて公開された映画、君の名は、の影響からマチコ・マキが流行。翌年には、ローマの休日、ウルワ氏のサブリナが公開され、オードリー・ヘップバーンの、スタイルを真似たりする、シネマファッションが流行した。1955年には、 戦後のジャズブームの延長でマンボブームが起こる。1956年には石原慎太郎の小説太陽の季節が芥川賞を受賞し石原雄二郎の出演した映画太陽の季節や狂った果実が公開され彼らのスタイルを真似た太陽族が生まれた。1950年代後半になると初期のエルビス・プレスリーの音楽が 代表的なロカビリーブームが起き、また、ジャズ喫茶、歌声喫茶などが流行した。また、革ジャンに白いマフラーでバイクに乗った雷族が生まれたのもこの頃である。女性向けには、ウエストの締め付けがないサックドレスが流行。洋裁で自分で作る時代から規制服の時代に移りつつあった。平凡創刊。1952年、病状創刊。1954年、 メンズクラブ創刊。1957年、服装創刊。1955年の流行後、M、W、ファッションのユニセックス化を指す。ショートカットやパンツスタイルがキーなものでなくなる。1960年代は高度経済成長を迎え、戦後生まれのベビーブルーム世代の若者たちが、ファッションの中心となっていった。初頭には、六本木から生まれた。 六本木族、1964年には銀座のみゆき通りから生まれたみゆき族など特定の都市を中心としたファッションムーブメントが起こるようになる。1964年の東京オリンピックを境にして街並みが様変わりし、原宿には自動車に乗った若者が溢れるようになった。1966年にはビートルズが来日、グループサウンズがブームとなり、 スパイダースやタイガースなどが奇抜な衣装で人気を呼んだ。1960年にマリー・クワントが考案したミニスカートは世界的な流行を見せ、日本では1967年のツイッキーの来日をきっかけにブームとなり、当時の女性にとっては革命的ともいえる意識変革を促した。1960年代後半には学生運動が盛り上がりを見せ、ジャンパー、 ジーンズにヘルメットを着用して、ゲバボを持つスタイルが生まれた。安保闘争の敗北などで挫折したものの一部は、ヒッピーとなった。民族調やサイケデリック調などは、ヒッピー文化によるものである。1960年、ハイファッション創刊。1964年、平凡ンパンチ創刊。アイビールック。1968年、セブンティーン創刊。 大阪万国博覧会で幕を開けた1970年。パンタロン、ホットパンツ、ミディ、マキシ、ジーンズなどボトムズに革命。重ね着ブーム。ヒッピームーブメントからのフォークロア。1970年、アンアン創刊。1971年、ノンの創刊によるアンノン族。暴走族が社会問題化。ニュートラ。1975年、JJ 創刊。 1976年、ポパイ創刊。アウトドアから、ヘビーデューティー、サーファールック。映画、アメリカングラフィティから、フィフティーズスタイル。1979年、竹の子族。ハマトラ。新人類。ニューウェーブ。田中康夫。なんとなく。クリスタル。全身黒ずくめのカラス族。ブランド志向。DC ブランド。女子大生ブーム。オールナイト富士。 おにゃんこクラブ、オリーブ少女、ブリッコ、ボディコン、渋カジ、1980年代後半からバブルケーキ、インポート、ワンレン、ボディコン1982年、キャンキャン、オリーブ、レモン創刊。1983年、ビビー創刊。1985年、ストリート創刊。1986年、メンズノンのピチレモン創刊。 1989年、キューティー創フレンチカジュアル。バブル崩壊。女子高生ブーム。コギャル。リサイクル。ストリートブランド。1995年、エック、東京ストリートニュース。スマート創刊。1996年、カワイ、創刊。1997年、ニコラ、ストリートジャック創刊。1998年、 ユニクロのフリースブーム。フェミ男。アムラー、シノラー。2003年、東京のアンダーグラウンドクラブシーンに長く存在していた日本のヒップホップが主流のファッション業界に影響を与えた。音楽の人気は非常に影響力があったので、東京の若者は特大の服を着る方法から日焼けした肌までお気に入りのヒップホップスターを模倣していく。ヒップホップ系ファッション。 森がある。シマラー。2000年、ミミ総監、2001年、ジル総監、ファストファッション。2005年頃、小悪魔アゲハ総監、スコット・ヒューマンのストリートスナップ。ザ・サルトリアリストが話題に。スマートフォンの普及により、ファッション雑誌が衰退。ワークマン女子何年にも渡ってスタイルは変わっていったが、今日でも、東京では、ストリートファッションが目立っている。原宿。 青山、銀座、お台場、新宿、渋谷などの大都市のファッション地区では若い大人がサブカルチャーの服を着ていることが多い。スイートロリータロリータファッションはその境界内に多くの異なるテーマを含み日本のストリートファッションでより大きくより認識しやすいスタイルの一つになり世界中で支持を得ていく。スカートやドレスは通常膝丈以下で着用し ボリュームを出すためにペチコートを下に置きます。ブラウスやトップスはビクトリア調またはロココ様式でレーストリムまたはフリルになっていく。靴下やストッキングの長さは足首から太ももの高さまでありレースをトッピングすることも可能。このファッションスタイルの着用者はしばしばメリージェーンブーツを履く。ロリータファッションでよく知られているサブスタイルは次の通り。 2009年に池袋で撮影されたギャルコングル。彼女のルーズソックスと短いスカートで識別できるコギャルは見た目は高校の制服をベースにしているが、スカートが短くルーズソックスを愛用していて髪の毛やスカーフも染められていることが多い。コングルメンバーは時々自分自身をギャルと呼ぶ。このスタイルは1990年代に顕著に。 見かけたが、その後は衰退していく。2008年4月、東京の二人のガングロがある日本のストリートファッションのスタイルは、1990年代初頭に日本の女の子の間で人気を博し、2000年代初頭にピークに達した。ガングロはギャルより大きなサブカルチャーに陥るファッション。ガングロは通常鮮やかな色の衣装、ミニスカート、 絞り染めのサロンが含まれます。ガングロスタイルは、漂白された髪、深い日焼け、偽のまつげ、黒と白のアイライナー、ブレスレット、イヤリング、指輪、ネックレス、厚底靴で構成されていく。ガングロを手本にしたスタイルとして、多くの人がアムロナミエを参考にし、日焼けした肌と染めた髪で、彼女が公に出演した直後、 多くの日本人の女の子が彼女の霊に沿い始めた。山バとマンバも参照。暴走族に扮した日本人コスプレイヤースタイルの衣装1990年代以降、このファッションは人気がなく、暴走族的な暴走族は、見た目はアニメ、漫画、映画など、日本のメディアの様々な形で描かれ、似顔絵でさえ描かれていく。 典型的な暴走族部材は労働者服のつなぎ、または特古服を着用したものとドカジャンオーバーコートやアーミー服等と漢字で書かれたスローガンからなる姿を確一的に描かれている。これらは通常前を開いた状態で着用され、下にシャツはなく、包帯を巻いた胴体と背の高いブーツの中に押し込まれたダブダブのズボンを見せびらかしている。 デコラスタイルは1990年代後半から2000年代初頭に始まり国内外で大きな人気を博した。原宿風とキャリーパメパメのミュージカルデビュー前のファッションシーンで目立つようになった。着用者は通常装飾のためにその色彩に固執。例えばピンクデコラ、レッドデコラ、ダークデコラ、レインボーデコラなど、無地のシャツとパーカーは 短いチュチュのようなスカートと一緒によく着用されていた。髪の毛とメイク自体は非常にプレーンになる傾向がある。しかし、デコラーの最も重要な部分は前髪でほとんど前が見えなくなるまで可愛いアクセサリーを何層にも重ねることで、ストッキング、レッグウォーマー、アームウォーマー、ニーソックスも様々なレイヤーで重ね着されていく。一般的な詳細には、 ヒョウ柄やパターン化された歯科用マスクもある。その後、このスタイルの人気は低下していったが、それでも世界中で大きな支持を得ていく。ビジュアル系バンドベルサイユビジュアル系は、1980年代半ばに日本のミュージシャンによって作成されたスタイルで、西洋のグラムロックやグラムメタルに似た印象的なメイク、珍しいヘアスタイル、華やかな衣装で構成されている。 両性具有もこのスタイルの人気のある側面であるが、このスタイルで最も有名で影響力のあるアーティストには、X ジャパン、ルナシー、ベルサイユ、ザ・ガゼッテ、メイヒブレ、ロイズ、ラルク・ EN ・シエル、アンカフェ、マリス・マイザー、ジアウラなどがいる。オシャレ系、アングラ系、古着、コーデ、ドーリー系、フェアリー系、森ガール、ピープス女子日本では、 洋服が普及しているにもかかわらず、日本のファッションは依然として伝統的な服の影響を受けており、結婚式や卒業式などのフォーマルな機会にのみは服を着て、日常生活では洋服を着る。普段着として着物を着る人が大幅に減っているが、それにもかかわらず、日本の若い世代は典型的な下駄の代わりにモダンな靴やアクセサリーを身につけて、 着物と通常着用するかんざしも、モダンなスタイルをファッションに混ぜ合わせているのを見ることができる。デザイナーの伊勢宮家、丹前コレクションなど、着物をインスピレーションにした現代のデザイナーもいる。メトロポリタン美術館に展示されている、コムデギャルソンの衣服日本のストリートファッションは、様々なスタイルやジャンルのミックスマッチで知られており、すべてのファッショングループに一貫してアピールできる、 単一の人気ブランドはないが、ファッションに敏感な人々によって生み出された膨大な需要は、日本のファッション業界を活気あふれるものに導く。三宅一世、山本洋次、コムデ・ギャルソンは、日本のファッションの三つの基本ブランドとよく語られる。1980年代初頭、モノクロームカラーと最先端のデザインを多用したことで、特に日本のファッション勢力として認められていく。 1950年代には、鬼塚タイガーのように、ストリートファッションに特化したブランドがいくつか生み出される。日本はまた、外国の高級ブランドを大量に消費していることでも知られている。2006年のデータによると、日本は全世界の高級品の41%を消費。バーバリーのブルーレーベルは、この分野で最も成功しているものの一つである。日本のストリートファッションは、 アメリカの西海岸文化に影響を与えている。コムデ・ギャルソンのようなハイエンドファッションブランドは1980年代以降、特に他のブランドとの頻繁なクロスオーバーゲストデザインを通じてグローバル業界で大きな役割を果たしてきた。2008年、クボレーはルイ・ヴィトン及び H&M にデザインを提供した。山中智子の作品は2010年の ロンドンコレクションで注目された日本国内での個人的なファッションの選択や幅広いファッション運動との相互作用や関与を推進する社会的動機は複雑である。第一に日本の若者が利用できる比較的大量の箇所分所得は重要で日本の若者の多くが歴史的に他の国よりもはるかに長く両親と一緒に家に住む割合が高く生活費を削減し それによって衣類へのより多くの支出を可能にすることによって可能になったと主張している。また、1960年代から1970年代にかけて今日も続く強い若者文化の出現は、新しいスタイル、ルックス、ファッションサブカルチャーの開発の多くを推進。1980年代の景気循環の中で、日本の国民性の重要な役割を果たした。 消費主義の台頭は1990年代にこの経済的混乱が崩壊した後もファッションの購入に影響を与え続けていく。これらの要因により一度に人気のあるスタイルの迅速な売上高と変動性がもたらされていった。ありがとうございます。